都市、亀岡市、大津市、そして京都新聞はパートナーシップで目標を達成しようという精神に基づき、グッド身近に刑事 SDGs プロジェクトを開始します。ご覧いただく方に、国連で策定されたグローバルな目標である SDGs をより身近に感じてもらい、取り組むきっかけになればとプロジェクトを立ち上げました。今回、学生や企業の方々にもパートナーの一員となってもらうことができ、産官学でこのプロジェクトを開始していくことになりました。今回は SDGs 目標12、作る責任、使う責任の取り組みです。亀岡市は SDGs の取り組みの一つとして有機農業を推進しており、オーガニックビレッジ宣言を行っています。今回、亀岡市の荒見さんにその取り組みについてお話しいただき、亀岡市 SDGs パートナーの方々と一緒に私たちも参加させていただきました。有機農家を増やすといっても難しいですので、まずは有機農業に関する有機 JAS っていう認証制度があったりもしますので、その認証制度、これは結構取るのにお金もかかりますし、毎年更新するのにお金かかるというですね、非常に手強い仕組みになっているので、ずっとは支援できないですけれども、最初にきっかけとしてそういう有機 JAS を取ってみようと思われる農家の方へ その取得の補助金を作ったりですとか、そういったサポートを一つはしています。そして給食への展開を拡大、これからもしていきたいですということが一つ。二つ目はですね、有機農業者を増やしていかないといけないので、市として有機農業が学べる学校のようなものを作っていきますよというのが二番目で、三番目はですね、有機 JAS という、有機農業に関わる認証制度は持ってはいるんですけれども、独自の認証制度のようなものが作れないかという話があったので、その検討をしますというのが三つ目。まだ何をするのかは具体的に決まっておりませんけれども、例えば有機農業だけをですね、できる市民農園として貸し出したりですとか、あるいは田んぼとか畑も作る予定なので、実証実験の場として活用したりですとか、イベントとして活用したりですとか、そんな形でできたらいいなというふうに思っております。亀岡でいうこのオーガニックのいわゆる定義が一体どこが希釈点、なのかっていうのが質問で、これが農薬の量が少ないものまで含めるのか、それとも全く使ってないのか、そのあたりちょっと私わからないものでぜひ教えていただけるとありがたく思います。亀岡市としてもその定義に沿う形で、農薬ですとか化学肥料、基本的には使わないというものを、有機農業というふうに考えています。環境に負荷がかからないのは通常の農業よりも有機農業だから、だからやっぱり次世代のためには有機農産物を買った方がいいんだというふうに消費者も思ってるし、作ってる方もそういう答えなんですね。だからなっちゃうということなんで、亀岡市では子どもたちに対して SDGs と農業という内容の教材の開発にも取り組んでいます。ペッパーが教えるプログラムで2023年11月に始まりました。教材の内容にはSDGs の気づきが詰まっています。その他にも最近は有機農業といって環境に優しい農業をする農家さんがここ亀岡では増えているんだ。この温室効果物をたくさん出してしまうと地球の温度が上がってみんなが食べる野菜やお米を作りにくくなってしまうことをみんなで勉強したよね。せーの、参加いただいた刑事 SDGs パートナーメンバーの一人、明治安田生命京都支社亀岡営業部の山本さんに感想をお聞きしました。オーガニックとそういう言葉を聞きますと、なかなか普段こう目にしたり手にすることがないと、そういうふうなイメージがありましたけれども、自分の住んでいる亀岡市でそういうものを取り組んでおられるということは非常に勉強になりました。これからは自分自身も含めてもっと周りの人たちに宣伝をしていかなきゃならないなと、そのように感じて今日は勉強させていただきました。以上、グッド身近に刑事 SDGs プロジェクトの取り組みとして亀岡市での有機農業についてのお話をお届けしました。 SDGs 目標12、作る責任、使う責任を中心に、目標13、気候変動に具体的な対策を、目標15、陸の豊かさも守ろうにも通ずるお話でした。
SDGs には私たち一人一人にできることが含まれています。あなたがその商品を手に取るとき、その商品の背景について考えてみてください。そのとき SDGs の取り組みの一歩が始まると思います。